担当取締役倉島智です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は友達 TV からお届けしています。それでは早速竹田クリニック先生をご紹介します。先生、今回もよろしくお願いいたします。ますそれでは最近の話題を中心に早速なんですが、はい、視聴者の方からいただいたさまざまな質問も取り上げながら進めてまいりたいと思います。はい、まず初めにこちらです。はい、集、え、団、ー、選結果解説。 ということで衆院選が終わりましてまあ与党自民党が公示前より若干減らしたもののまあ絶対安定多数立憲民主党は議席を減らしまして枝野氏が党代表辞任の意向を表明しましたまた維新が第三党になるなどの結果となりました前回先生がお話になったように憲法上は政党ではなく 人物について申し上げるべきだと思いますが、その意味では、今回、大物とか、有名とか言われる、まあ、候補者の方が落選した人が少なくなかった。ということで、えー、選挙後にも、ご解説いただけるというお話でしたので、早速お願いできればというふうに思います。はいすね、えっ、ーえー、と、あの、選挙をきちっと解説しておくことは、非常に重要なのはですね。はい、第一次世界大戦の後、ドイツが、ワイマール体制って言うんで,ですね。まあ、ワイマール共和国と呼ぶこともあるし、ドイツ共和国と呼ぶこともあるんですけれども。まあ、あの。 ちゃんとした民主主義になって憲法もあって YMR 憲法というのは非常に優れた憲法と言われた憲法があってそしてスタートしたとただ過度な賠償金があったので非常にドイツ経済もドイツ国民も苦しんだことは苦しんだんですがまあほぼ1920年ぐらいに戦争の,ああの爪痕が終わってそれから再建にかかってナチスといわゆるまあヒットラーのナチス動がですね出てきたのは1928年に。 初めて国会議員の議席がまあ 10, 10, 10席を超えると大体それが4年後の1932年にはナチス党が第一党になってそれで第一党になったあとはですねいろいろナチスが工夫をしてまああの絶対主義っていうかヒトラーの独裁体制に持っていったんですけどそのそのヒトラーの独裁体制に持っていったところはちょっと特殊なんですけど。 1928年から1932年までの選挙はみんな普通に行われてるんですね。それで、ま、瞬く間にナチスが第一党になったと。そこまではドイツ国民の判断なんですよ。ドイツ国民の選挙の時の判断なんですよ。もうそれの時にもうすでにナチスは嘘ついたわけじゃなくてユダヤ人をとにかく抹殺するとこう言ってますしそれから独裁政権を作って強いドイツにして再軍備をして。 そして名誉を回復するぞって言ってるわけですから、えー、ドイツ国民はナチスの言ってることは理解してたわけですよ。うん、理解ししてたしドイツ国民はアホじゃないんですよ、うん、でだけどもそのああいった悲惨なねもうドイツのってものすごく悲惨だったわけですよね。はい、ああいう悲惨なことになっただから悲惨なことになったのを選んだのはドイツ国民だった選挙で。はい だから我々はですねその、まあ、選挙は普通にやったらいいっていうほど甘く考えちゃいけないと僕は思うんですねそのそれ多分ドイツの人もですねその時アホではなかったけども少し軽く見た投票してる間には平気だろうと思ってたらあれをあれをという間に独裁政権に取り込まれていったっていうことがあるんですね。はいはい、であの今度の選挙はまあいつも僕は思うんですけども選挙は非常にこう神様の知恵っていうか。はい 僕は山形万藤という江戸のあの江戸時代の思想家でですね、その人の言っている大智大きな知恵、大智というのをまあ時々その識字なんかに書くんですけどもそれは一人の一人とか数人のすごく優秀な人たちが決めるか考えて決めることよりか多くの人の知恵の方が正しい知恵が生まれるというのがまあ山形万藤が言っている大智なんですね。でまあ選挙の結果はいつも見ますとね。 僕選挙ごとに素晴らしいなと思うんですよ。もうそのいろんな解説者がいろんなことを言っているよりか、もうずっとずっと上の知,知恵をね働かせる。まあ小選挙区で非常に制約がある中で、はい、そのもう非常に適切なその時にものすごく適切な選択をするわけですね。今度もそうですけれども、まあ自民党にはずいぶん失政があったわけですよ。しかし野党のその立憲民主党をはじめとする他のところはもっと失政があったわけですね。はい、失政比べ。 失敗の政治比べなんですけれども、やはりその失敗の程度っていうのはやっぱり自民党の方が少なかった。だから自民党を少し減らして261、まあこうちょうど数字としては安定絶対多数ですね。各委員長委員会の委員長を持てるという。それでとどまらせて、第一党はもちろん。だから自民党が負けたということにはならない。 でその補填はどこでしたかったら自民党の減らした分と立憲民主党の減らした分と他のところを集めて維新という、はいえー、自民党の補完勢力ですよあれは、うん、ほとんど自民党と同じ政策ですからねですから自民党の補完勢力とそれ公明党は、まあ、わずかですけども増やして、うん、そして3者を集めると3分の2になるっていう、うん、まあねよ,よくうまくね数字をそこまで合わせたと。 一つ一つの選挙区で投票する人っていうのは。別に全日本を見ながら投票してるわけじゃないんですね。はい、それがまあ山形万頭のいう第一というもんで。はい、まあ人間の知恵というのは僕に言わせれば落語ですね。はい、つまりその。そう、相互の意思も。そのなんかな。こう実は無線みたいなもんで通じて、そして投票する行為っていうふうな。ことで、今度もそうでした。からまあ目立ったところを言えばですね。今あのももさん言ったように。はい、え大物の議員ですね。そうです。 これは非常に象徴的で、はい、えと石原伸晃さんの落選はですねこ、はい、これれはまあ予想されてたことですねどうして予想されてたかというと今までは日本人はそこまで言ってなかったけれども石原軍団だとかそういったその単なる何ちゅうかなキャッチフレーズみたいなもんではもう投票しないと。うん、で、まあ、石原さんの,あの今度の選挙の第一声の時に、えー、もう盛んに、えー、もう主婦がね一人ね あなたは何をしたんだっつって怒鳴ってあのその何ていうかな長州席から出されたりしましたけど、はい、えっと僕も石原伸晃さんと3回ぐらい出て1回は1時間ぐらい、えー、出ましたね。その時はたけしさんと3人でしたから非常に密に議論したんですよね。えー、っと原子力のことでしたけど、はい、この人はあの政治家じゃないと思いましたね。 私あの非常にかんこう肝心なとこまで来て日本のために肝心なとこまで来て石原さんどうですかっ言ったらほとんど答えないんですねですからそういう時にこそ答えるのが大切でまあやはり頭が悪いいののののかかか慎重すぎるる自分のことだけを考えて,るのかって印象でしたねそういう印象がずっと続いたんであの人幹事長ですからねそう簡単には落ちないはずですけどもそれでもやっぱり落ちたと。これは人物を選ぶというその 方向に向かってるっていうことなんで、うん、えー、私があの現在の小選挙区は人を選ばないから憲法違反であると、まあ、いうことを国民レベルでは一応補正したっていうことですね。うん、それからあまりあの、はい、幹事長はですね、非常にあの腕も良くて知識もあって、うんはい、僕の見るところ自民党の首脳部ではですね、最もまともな政治家ですね。うんうん しかしもともとの政治家で本人はもう刑事関係ではですねお金の問題はもう済んでて本人も一生懸命言ってましたけど私はもう刑事訴追を受けないのも決まってんだだから無罪なんだで無罪なことを選挙でえ考慮されたのは残念だとこ言ってましたけど私はねそう思ってないんですね。つまり政治と金っていうう問題はねもう国民嫌になっっちゃってる広島の元の元法法務務大大臣臣ですね法務大臣が 逮捕されて、まあ、もちろんやめてますけど法務大臣が逮捕されて有罪になるなんてことはねそれはまあちょっと国民としては,そは納得できないよとそこのところはちゃんとけじめつけてねと。えー、でもう一つは甘利さんですね、はい、元の元っていうかもう今前になりましたけど幹事長ですね。はい、えこの人はあのまあ,あの少しお金の問題があったんですよ。アメリカに行ってててて交渉しいるきでですね問題が起きてそれれ解任されて いやまあ浪人生活みたいになってたと、はい、まあもちろん議員はやってますがそれで刑事的なそのことはね全部片付いててよかったわけですね。だけども国民はですね、えー、前の法務大臣が広島で収賄で捕まって有罪になると、まあ、いうようなこともあってですね、はい、もうやめてくれと要するにあなた方はもう政治家なんだからちゃんとしてくれよということがあってですね甘利さんは 刑事に事件にならなかったっていうことを思って自分は贖罪されたという判断だったけど国民の方はもう少し刑事的に犯罪じゃないからすって政治と金の疑いが晴れるわけじゃないという判断をしたっていうことですねまあこれも石原伸晃さんと同じようにえまあんですかね人を見るっていう選挙面が人を見るっていうねことがあったと思いますし。しと,とね その区小選挙区にいた自民党支持者はどうしたかっていう問題なんですよ。これが私が言っている我々の選挙権がないっていう問題で、自民党に入れたい。だけど、石原伸晃さんしかいない。あんまりさんしかいない。ということになると、もうあとは棄権するか何かするしかない。そう,、ねそうね、今度も落選したってことは、結局、石原さんとか自民党支持者が多分多かったと思うんですよ。そのあの区はね。だけども、問題の人が立ってるから。 だから自自分は自民党を選びたたいののに、えー、問題の人が立ってたらそれは投票でできなないいよととうことになるでしょ、うん、だからそれは明らかに憲法違反ですよ明らかに憲法違反つまり憲法っていうのは自分の思想を投票する人が自分の思想を重んじて、うん、かつ自分がこの人が出てほしいという人を投票できることをもって憲法の条文にしてるわけですから、うん、だからもちろん選挙制度っていうのはそういうことが可能な選挙制度を取るべきであって。うん で私にも随分来ました武田先生は白票を投じるとかいろいろ言ってるけど私は行きますと、うん、それで共産党とその人はこう言ってましたね共産党と立憲民主党の人が当選しないようにしかも自民党には投票する人がいないので何とかしますってだからそういうのはね選挙権じゃないんですよ、うん、その人の意思を表明できないわけだ回避するだけですから。はい だから、まあ、そういうのはずいぶんネットなんかにも出てて。私に何ができるのかと、いや、私に何ができるのかとい,がのかっていうのは一番危険で、これは N. H. K. が流行らせたものですけど。民主主義においては、一番中心部分を国民が選べるってことになってなければいけないということですね。それから、あの、関西でいつも問題になる立憲民主党の副代表で。落ちま、おちさん、なんさんいるじゃないですか。関西の人で。ああ、なんすったっけな。 あのほら有名なあの威張ってる人ですよ<あ>辻元さんね、はい、辻元さんの場合は維新の力もあるんですけどね、うん、あの人もやはりね国会議員としてはちょっとどうかなという発言とか、うんうん、それからまあ少し黒い噂もいっぱいあった、うん、だからああいう人も落ちていくっていうのはですね、うん、まあ非常に良かったかなと、はい、ただまあもちろんそのいわゆるゾンビ当選と言われてる、うん、比例区で落ちて、はい あの比例区じゃない選挙区で落ちて比例で復活するっていうのはねやっぱりいくらなんでも国民がノーとした人をね制度で拾うっていうのはやっぱりまずいんでそういう点では全体的に選挙制度の改正が必要であると。ついでに言えばえっと非選挙権っていいますかねえリクオースの衆議院では600万円かかりますがほとんどの国はと言っていいんですけどほとんどの国は供託金っていうのはですね まあ十万ぐらいなんですよ。それはどうしてかって言っ憲法に書いてあることですね。はい、憲法にどう書いてあるかって財産とかそういうものによらず誰でも非選挙権があるんだと、うん、いうことで六百万のはその憲法の規定に差し障っているかって僕は絶対ダメだと思いますね。うん、憲法違反だと思います。うん、じゃあね小選挙区という憲法違反、比例のゾンビ復活ということがあって、うん、かつ給付金六百万という全体はね何を言っているかというと。はい これは自民党の人たちがとか他の人たちもいるんですけど他の党もそうなんですけど息子を当選させたいっていうだけなんですよでもう家業になってて自分の社長の職を次に継がせるとそのためにはできるだけ選挙民の権利を奪わなきゃいけない選挙民の権利を奪うってことはどういうことかっていうと小選挙区にして地盤看板ねカバンが役立つようにして。 そししてあの対立候補者を排除し党の規制利でで、ね、党,党略でこの人を出すあの人を出すと決めてそれはもう親父がやりますからね、うん、親父がやって息子を立ててそして息子が当選するという制度を作りかつ供託金を600万にして普通の人は立候補できないようにするということですのでやっぱり非常にこうこれまでの、まあ、20年ぐらいの日本の政治が実にこの利権で曲がってるということを示した。 その中で国民が何とか自分たちの力の範囲でそれを覆したというのが今度の選挙の評価ではないかと思うんですね、うん、若い人たちもだいぶこの選挙に行く人も増えたとは言われておりますけれどもほとんどが自民党支持になりましたね、はい、だからもう逆になっちゃって昔と、はい、若い層が自民党支持、うんあね、60代が野党支持とこう,うなりましたからね,、うん、ねまあこれはよく考えて自分あの国民の手にいずれにしても、はい。 それで今度、こういうみたいな国民が選ばないような政治が行われるのでポンコツ政治家が当選するしたがって日頃の国会の議論が非常にレベルが低いと全部つながってますからねこれはもううっかりするとナチスになっちゃうんで確かにもうぜひわれわれが声を上げる必要あると思いますね,ですね国の方向性を決めるといと意味では続いてはこちらの話題です。はい 最高裁国民審査対象の全11裁判官信任ということです概要です総務省は1日10月31日の衆院選と同時に実施された最高裁裁判官国民審査の開票結果を発表しました2017年10月の前回選挙後に任兵された裁判官11人が対象で全員が信任されました 国民審査は罷免を求めるバ罰印のついた票が有効票の50%を超えれば罷免されますが今回バ罰印が最も多かった人で約450万票と7.8%でした過去24回の審査で罷免された裁判官はいませんということです,そうですね。まあ、この問題はね、NHK があるってことなんです、うん、NHK があればこうなりますつまりさ裁判官の まあ最高裁判所だけじゃなくて最高裁判所が支配する裁判官人事っていうのは今裁判あの最高裁判所事務総局というその事務方が握っておりましてね、はい、で私がまあいつも言ってるように例えば原発、はい、原発を進めるか進めないかの訴訟っていうのは国が原発を進めてるかどうかじゃなくて訴訟は司法が決めることですよ司法が裁判になったら。し、はい、しかし高浜原発のの訴訟の時に 高山原発の差し止めを認めた裁判官高,裁高等裁判所の裁判官が定年を前にしてすぐさま名古屋家庭裁判所に左遷されたわけですね私その裁判官に会っていろいろな所見の書いたものもいただきましたけども非常にお会いしても話しても立派な人ですね。ですからその方が裁判官があの僕が原発推進であっても原発推進でなくても。 裁判官が正しく判断することをやっぱり司法としてこの国に残しておかなきゃいけないもちろん当たり前ですけど、はい、それが司法ですね、はい、ところがあれを見て全部その後の裁判は原子力発電所の再開賛成になった、はい、だって裁判官って人の子ですから、はい、せっかく努力して高等裁判所の裁判官になって、はい、もうあの,あの人なんかの場合もともと,もとその退職金なんかも決まってるの,の時に。 家庭裁判所が落ちちゃうんですか2段階地方裁判所家庭裁判所ってそれで退職ですからあれ見せしめなんですよつまり国の判断と違う判断をしようがしたらその裁判官はどうなりますかとでそれは僕が最初の鑑定ですね、まあ、今も鑑定一つの抱えてるんですけど最初の鑑定を依頼された時に弁護士が僕に話した最初は裁判の争ってる争点ではなくて あの時は高等裁判所だとか地方裁判所だとか主たる裁判官かてあとは左陪審右陪審って言うんですけどその人たちの「出世コースをまず僕に話す、うん、で先生この出世コースに触るようなことは鑑定書に書いてもダメですよと」と、うん、こう言われてまずそれから始まってそれから事,故の事件の説明をするっていう状態だったんですね。で僕はまあそもちろんその時経験がなかったんで日本の裁判は正しく行われると思っていた。しかしか あの現実見てねあの説明を受けて、まあ、びっくりしちゃったんですよ。あれ判決がこの左陪審は次どこが予想されておりますだからそこのところにうこう出世する道を閉ざすようなあの鑑定書は出せないっていうことです出しても無駄だっていうことなんですね。だからまあそこまで日本の 裁判は来てるってことこですねもちろん刑事裁判の有罪率が99.6%っていうのも同じですがなんで99.6%かっていうと検事があの告訴したものについては裁判官は基本的には否定しないってことですからいくら俺は無罪だっ,たって通じませんってこ,とです、ね、でこれはもう何十年とそうなんですねで諸外国はもちろん6割から8割有罪率ですから。 それと日本の99.6はとんでもなく離れてるわけでそれはシステム上のことがありいろんなことがあるわけですねですからこういったものはそれを僕は何て言うか NHK が報道しないんですよ。例えば高浜原発の件はもちろん放送しませんその人は高等裁判所から地方裁判所に落とされたなぜかったら最高裁事務総局が人事を握ってんだとかね全然言わない。 それはねあの n. H. K. も言ってんですよ。そういうふうに。だって前の n. H. K. の会長がね。n. H. K. の放送は政府が右と言えば右。左と言えば左なんですからって言ってるわけですよ。だから、それは仕方がないっていうか、ある意味じゃ仕方ないんですね。というのはあの政府が n. H. K. の成立を。あの、使命を制してますから。だから当然政府にごますることになる。 しかも平均としての給料が1万8,000円と1,600万とか1,800万の所得を年間所得もらってますからねやっぱりそれは職業は離せない。ということでこういったあの最高裁国民審査が、えー、もう NHK がある限りは信任されます。だからこれは効果じゃなくて NHK の報道によりと書いた方がいいです。 なるほど、小さくね、はいね。はい、はい。はいはいはい、では、続いてのお話はこちらです、はい、視聴者の方から情報をいただいたということで、情報をくださった方は匿名ではなく、内容についての確認が取れています。ということでご紹介になりますね。ねこの国の地方の現実ということでの話題です10月12日東京地裁で武漢ウイルスワクチン承認取り消しを求める訴訟第1回口頭弁論がありました。 傍聴席二十六に対し傍聴希望者五百人近くいたのですが私は傍聴することができました私たちには原告側の資料が配られ目で追いながら聞いていましたが途中まで読み上げたところで裁判官は原告側弁護士に読むのをやめるように指示しましたしかし原告側弁護士が読み続けたため原告は強制退去となり口頭弁論が途中で中止となってしまいました 原告側弁護士が両手両足を持ち上げられ廊下に放り出されるというすごい場面に出くわしましたということです。そうですね。これは NHK 放送しましたかね。多分聞いてない。私自身もこのニュースは初めて。そうですね。あのこの方から寄せいただいた内容は非常にいい内容で、今の司法の現状とよくわかりますが、がですよ。それからさっき僕の言ったことと全く相反するようですが、これは裁判官が 正しいんです。うん、掘り出したのが正しいんですね。なん、はい、でかって言いますとねえ、一番の日本の今の問題はね。自分が正しいと思うことに問題があるんですよ。うん、それで自分が正しいというのはもうね。江戸時代に終わったんです。本当は、はい、だけど、まあ明治からこの前の戦争に負ける間はまあ中間的だったからまあストーンとこう。民主主義にいかないんだけど、えー、まあ江戸時代はまあ誰かトン様がこれが正しいとこう。うん で武士と武士でも正しくと思わなかったよし切り合うんだとこういうふうにね解決の方法っていうのは自分が正しいと思うことを主張するとか実現するとかいうことが封建時代まではそうだったところが民主主義っていうのはねこれは正しいいいとととうううここをもう決めめるのをやめようっ,てことだったんですよ、はい、まあお釈迦様でも生きてりゃいいけど生きておられないんだから正しいことを決めるっていうのは分かんないんだ。うん、A という人は A が正しいといい B という人は B が正しいと思うそれを議論したって。 何が正しいか分か,んないから、うん、だから正しいっていうことを議論するのやめようってことになったんですよ。うん、これはあの今これを聞いておられる方も、うん、そこまで考えておられる人は少ないと思いますね。うんはい、でそれで何を何をするじゃ正しい代わりに何を基盤にするかっていうのがだから約束をしてお互いに、はい、で約束を守るっていう、うん、正しいかどうかはもう問わない。 そういうふうういいふに決決めめようじゃないかと決めたわけです、うん、これが法律ですねそれをもって法治主義って言うんですよ、はい、民主主義は法治主義が主体でなんでかって民主主義っていうのは多様性の社会を認めるってことですから,だから A さんは A さんが正しい B さんは B さんが正しい、はい、じゃあそれはもう妥協しなくていい。うん、A さんには A さんの魂があり B さんには B さんの魂があるからその妥協は軍隊を連れてくるとか監獄入れるとかそういうことはしないと。 そのまま市民生活をしてくれその代わり社会全体で約束事を,、ね、を決めるための手続きは選挙をして議員を選び議員が法律を作りその法律にのっとって僕らは約束その法律は僕ら自身が約束したことだ、ね、約束したことは自分の意見がどう違ったって守る。 だから僕はいつも言ってるように私は NHK がない方がいいと思うけど NHK の視聴率はずっと払っておりますっていうのはねそれは NHK を設置するっていうのはみんなの約束であってそこに自分の意見を入れちゃいけないんですよ、うん、で NHK を将来なくす運動というのはいいわけですね、うん、今年の NHK のあの受信料払うけど NHK はなくなってほしいとこれこれこういう理由でそれはいいんですねだから民主主義は手続きに時間がかかり解決に時間がかかるけれども、うん そうじゃない体制は例えば中国習近平が「ええ」とや「ええ」だっていうねそういう方式と2つあるわけですね、うん、この場合は裁判はどんなことがあっても裁判官の指揮に従わななきゃいけないけんです、はい、えだから裁判官が口頭陳述の時にやめろと言ったら絶対やめなきゃいけないそれはね正義とかじゃないんですよ、はい、正義ではなくて我々相互の約束なんです。ルルールってう、ね、です、はい で国ののルルールってのはそれは守らないといけないいいとけそれで国のルールがまずければその裁判制度を変えるとか、はい、それからその裁判官を弾劾するとか、うん、そういう手続きでそれから審査会みたいなのもありますから、はい、そういう手続きでそこの時は弁護士はね「ああそうですか」と「私には不服ですが裁判長がそう言われるには口頭陳述をやめますと」と、うん、後にこの件に関する私の見解は、まあ、裁判の過程を通じて言わせていただきますと。うん これが裁判なんですよ。ですからね、あの、これがまあ法治国家の約束っていうもんですね。今度僕がマスクなんかで非常に抵抗してるのは、はい、この前はそういうことあったんですよね。はい、僕は講演会があったんです。はい、ある県の、はい、県の施設を使って、県の公的行事で僕は行った。はい、した、その県の人たちが、ま、待ち構えてるんですよ。はい、入り口でね、はい、そしてマスクつけてくれって言うから、僕はいやいや、マスクつけないって言ったら。あの、これはもう県の施設で。 県の行事なんだって言うから、僕はますますつけませんっつったんですよね。でね、その課長が一人いたから、その人に言ったんですよ。えー、っと、そのこの県のね、その議会の決めた結果を見せてくださいって。ね、議会で決めたあれば、それは我々の代表が決めた約束だから、もしくは国でもいいと。あ、どっちでもいいけど、それを僕が出してくれれば。 それは知事の越見行為で知事よりか我々の方が偉いんだっつったんですよねこれはもう決まってるじゃないですかと我々が占拠して知事は我々の公僕ですからだからそれが基本だから知事のお願いが僕は聞いてもいいけど聞かない権利は僕の方があるんですと知事は権力者じゃありませんよとこう言ったとそれで始まったですよね。でその人にには課長さんによく言った あなたは役人で課長なんだから、法治国家であるという意味は分かってますかってこう言ったわけですね。うん、それで、まあその話はそれで終わって、それで僕は講演は全部マスク外してやったんです。うん、で休憩時間だけマスクをつけました。それはまあ人間でもあるから、まあそういうんだったらね。うん、休憩時間は私的な時間だから、だからまあ僕がマスクしてもしなくてもいいわけですよ。僕の意思でね。しかし公的な行為を僕はするときに、 法律を違反して法律というか決めたことに違反して強制管理に強制されたから僕がやるっていうのをそれは講演の時に見,あの見せられませんよ。つうのは僕の講演はだいたい言ってみれば正義を尽くせとかね民主主義を守れって言うんだからそんな発言してる人が自ら法治主義を放,放棄したらダメでしょ。でこれについては最近ね官僚側でも問題意識があるんですよ。はい、この頃なんか 条例で県の条例でを吸いいちゃいけないとか、うん、決めてるのいくらででも決めてるわけですよでこれは本当に決められるのかということはあるわけですね。うんはい、ですから本当は、まあ、例えば故意に条例を守らずに逮捕されるのかじゃなくて逮捕されて裁判に訴えてそれで裁判官がもし正しく判断してくれるならそれで我々の国民のための日本国になるわけですよ。 そこまで手続きは必要だと思うんでこの情報は本当繰り返して言いますけど寄せてくれた人に非常に感謝します僕は、はい、非常に良い,い情報です質の高いね、はい、だけどもやはり法治国家というものを我々が守らなければ、うん、それはナチスになっちゃいますよ、うん、え、ですからそこんとこはもう頑張んなきゃいけないというところだと私は思いますね,すねはい。はいはい 続いては視聴者の方からの質問続きますが、えー、有事の終わらせ方ということです、はい、先週、神野先生との対談動画を拝見しました初めて見たときには何か危ない業界の人かと思ってしまいましたが <laughs> <は> <laughs> 思ったより可愛いお声でまた歴史が生き生きとよみがえってくるようで時間が過ぎるのがあっという間でした、えー、先週のお話の中で日露戦争当時日本政府は戦争の終わらせ方も考えていたということでした。はい、今回のコロナ禍 最近は当てにならないメディア情報ですら、感染者が非常に少なくなっています。それなのに、相変わらずマスクをしないと入店できない店ばかりです。この有事をどうやって終わらせるのか、誰か考えている人はいるのでしょうか。今回の有事の終わらせ方を教えてください、はい、という内容です。えっと、あの、僕はこの頃ね、いたずらが心ですよ。はい、デパートとか行くとね、マスクしてくないっていうから。あ、そうですか。とえー、っと、患者さんが何人になると。 バスクはいいらなんんでですすって聞くんですよ一、はい、人もね、えー、JR もそうだったなそれからデパートもそうで3カ所か4カ所そ,のそう言われるたびに聞い,て聞いてるんですよね、はい、わざと。うん、でそうすると一人もねあの患者さん患者さんが一人がゼロになるまでって言うから<え>、ね、ウイルスはゼロにならないのが原理原則ですがよろしいでしょうかってこう聞いたら、うん、まあそこまで言われたら僕も黙っちゃったけど <laughs> えーっとね 日露戦争の時には終わり方を最初から考えていたでものすごくよく考えてたところがね日中戦争から崩れちゃったんですねそれで日中戦争は終わり方を議論せずに突き上げ場でやったんで現地の陸軍とそれから日本本土の軍人との意見が分かれたんですねで、太平洋戦争の時はもっと切羽済ませたんで、うんえー、1941年の11月何日かの午前会議で開戦を決定したときには開戦は決定しました 日露戦争の時には開戦を決定した直後に伊藤博文がもう終戦に向けて頑張ってやってたんですね太陽戦争の時かこの前の大東亜戦争の時は、はい、そういう動きはなくてえ、まあ、今桃子さんが言ったようにねあれが終わらせ方が議論されてたら3月頃に多分終戦を迎えたと思いますで、まあ、それは議論がいっぱいあって詳細な議論があるんですね3月頃にあの終わると何が起こったかといったら、うん 東京大空襲がないあそこで万人ぐらい死にましたそれから沖縄戦がないそれから原爆が落とされないということでですね相当あの戦争も緩和されたわけですねですからやっぱり終わり方をよく考えるということは極めて大切ですがなぜ終わり方が考えられなくなったかっていうとやっぱり現在のコロナ騒ぎと一緒ですよ。要するにあまり考えないここうう言われたら ねうん、マスクしろと言われたらマスクっていうふうにねこうなっちゃったんであのえー、っとちょっと慣例のことを言いますとね、はい、あのイギリスがインドを占領した時に、はい、イギリスという国はすごくちっちゃな国なんですよあれ、うん、その当時3,000万から4,000万いってないぐらいの人口、はい、でインドはもう膨大ですからね、うん そうすると、イギリスがインドを支配するっていうのは、もう難しいわけですよ。それは難しいですよね。一つは脅しすかす手ね。これは手首塚で僕一番説明しますが。イギリスで有望な、インドで有望な若者ができると、両手首を切って。それで、まあ、見せしめのために。手首塚っていうのを作って、そこに投げ込むと。そうすると、そのうち手首の。白骨さ、手首が。街のあちこちで。見れるわけですから。だから。イギリスに反抗すると。 あんなふうになっちゃうよっていう、うん、そういう見せしめ。それと同時にですね、えー、イギリスはですね途中でちょっとこれはインド統治が難しいなと思いましてですね、そしてあそのイスラム教徒とそのヒンズー教徒を対立させる作戦に出たんですね。でもちろん作戦自身は非常にまとも、あその呼びかけたのは非常にまともで、これからはイスラム教徒とヒンズー教徒が、えー あのその戦ったりなんかしないでインドがちゃんと発展するようにイギリスとしては親心でねあのヒンズー教徒の土地とイスラム教徒の土地をちゃんと分けて進めるというそういう分離政策っていうんですけどそれを進めますって言ったんですよ口では。だけど狙いはどうだったかっていうとイスラム教徒とヒンズー教徒の争いを激化させてそれによって分裂して。 分裂することによってイギリスのの統治の労力を減らそうとしたわけですね、うん、この作戦は失敗したんです実は、はい、これどういうふうにしてやったかっていうとととに赤赤と青に赤青塗り分けけたわけですよそうすると今まではこう融和してインド社会融和してヒンズー教徒とイスラム教徒がみんなで住んでたのにこいつはイスラムだから向こう行けこいつはヒンズーだからこっち行けってやったもんだからそれであいつはイスラムだったかとか。 そううなっっっちゃててもう大混乱だってこれはみんなで反対して結局分離政策がなくなったんですよ。と同時にスタートしたのがね今度はインド・ムスリム同盟いのイギリスが作ったんですね。でムスリムは少人数だからこれ同盟作ってやんないとあそのヒンズーに全部やられちゃうからつって作った全部目的はもう今では歴史的な証拠で分かってるんですけどえイギリスの陰謀なんですね。 それでね、やっぱり日本人のちょっとねあの日本はあまりにいい国で2,000年間いい国だったので、まあ、みんなねその裏があると思ってないんですけど、はい、あの特にヨーロッパ人アメリカ人特にアングロサクソンはですね必ず裏と逆のことを言いますから、うん、必ず逆のこと。地地球球温温暖暖化化を大変だとと言っっててるののは別に地球温暖化なん,かなんとも思ってないんですねあの他の目的があるだからそれはやっぱりちゃんと陰謀じゃなくて。うん それが通常の活動だといいううふうに思っててですね考えていかななけければいけないとだから有事の終わらせ方なんかもそうなんですが、えー、もうその今度のコロナもどういうことが背景にあるかそれを日本として100万人しか患者さんが出なかった日本としてどういう終わらせ方をするかということは日本の方も相当考えてなきゃいけないけど何しろ今の国会議員者ね多分ダメだと思いますよ。ね<ー> <laughs> 続いてはこちらの話に移ります。はい、今回はこちらインドのお話ですけれども、え一、ー、日四十万人感染していたインド首都では抗体保有率九十七パーセントということで概要です。うんうん、インドの首都ニューデリーで新型コロナウイルス抗体保有率が九十七パーセントに上ったことが地元当局の調査で分かったそうです。調査は九月デリー首都首都圏政府が二万八千人を対象に実施しました。 1>, 1月の前回調査では約56%だったのが、8ヶ月で急上昇したそうです。新規感染も激減しており、集団免疫に近い状態を獲得した可能性があるそうです。首都圏政府の保健省は、大部分は感染で、残りはワクチン接種によるものだとの見解を示しました。 インドは4月から5月にかけ感染拡大第2波に見舞われましたがピーク時の1日の新規感染数,感染数は全国で40万人首都では2万8000人に上り首都圏政府はロックダウンを実施しました。 ロックダウン解除後もワクチン接種率は伸びずマスク着用などの感染予防策も不十分でしたが7月以降は連日首都の新規感染者が100人を下回っており集団免疫でしかめ説明がつかないとの見方も出ているそそううですうです。すね。現在の世界の情勢は日本は一応収まっていますが、はい、まあアメリカもドイツですね。 特にに油断なならない状態にあるわけですね,そ,ですねそれはなぜかっていうと今の説明は僕はね僕の見解では全部間違っていると思います、はいうん、僕だったら科学者としてどういうかって言ったらいや全く分かっておりませんと、うんね、もう抗体保有者が97っていうのもちょっと怪しげだし、うん、それがだから感染が止まったっていうのも怪しげだし、うん、全て怪しげですと、うん、だからまあ今第次の波が来ない来るか来ないかって議論しておりますが。はい ワクチンがもし有効だったら全部にワクチン打っておけばもう流行は止まるはずで何も心配することないんですね、うん、ですけどまあ我々の学問自身がそこまでいってないので今は政治的に処理してますけど学問のレベルをもう少し感染学の学問ですねウイルス学とかそういうのをきちっとね進歩するないといけないということを言っているんじゃないかと思いますけどね。はい、本当に気に気なるとこころでですすね、はいはい、続いてはこちらです 女性の自殺15%増7000人非正規拡大が一因全体は11年ぶり増ということで概要です2020年の女性の自殺者数は7026人で前年より935人15.4%増えたそうです男性がわずかに減った一方で女性が大きく増え全国の自殺者数が11年ぶりに増加に転じました 2021年版の自殺対策白書によると働く女性の自殺が増えていたということで次いで学生生徒が増えていたとのことです。コロナ禍で雇用環境が悪化し非正規雇用で働く女性の割合が拡大しており厚生労働省は新型コロナの感染拡大による労働環境の変化が自殺者の増加につながる要因の1つと考えられるとしていますという内容です。 日本には男女平等とか、はい、男女雇用均等法なんていう概念考え方自身がないんですね。はい、それどうしかったら女性が男性よりか地位が上だったんで、うん、男女平等っつったら女性の地位を落ととすすことなんですよ、うん、だからあのヨーロッパのように男性が女性を所有するという文化の場合は女性の地位がずっと低いんで。 えー、男女女平等ににして女性の地位を上げるという考えになりますね私がいつも言うように紫式部が西暦1,000年に小説を書いたその頃はもう日本以外の国は「女性が小説を書く何やってんのお前選択しろと」とこういうんだったわけですよ。で日本だけが書いたその次に日本以外の世界で最も早く小説を女性で書いたのがアフラ・ベーンというのが1600 70年ですすから700年差が開いてるんですねでそれは幕末まで実はつながっててそして日本の女性の方が上だったわけですねですから家庭結婚したら夫が働いた給料は全額奥さんが吸い上げてそれから旦那にお小遣いをあげるというそういうシステムが定着してたわけですね。ところがそこに西洋かぶれの女性運動家ですよ僕に言わせ、女性活動家が。 え西洋は女性の方がが地位が低いそこで日本はその時に女性の方が地位が高かったにもかかわらず男女平等ってやったもんだからどういうことなかったっつったらそれで例えばそれまでは100%ほとんど100%の給料を夫が妻に渡したやつが生活費を渡すようになるで現在夫婦別姓ってのやってますけどあの夫婦別姓ってのやってるのますますます駄目になりますね。 日本のシステム全体が女性を融合するシステムなのに対して男女平等ってやればやるほど女性は忙しくなり給料は低くなりそして苦しむということになりますんでねまあ今度女性の自殺率15%の時にこれをそのコロナであるとかそう勤めてる女性の賃金が上がったとか下がったとかいう前にやはり日本文化というものがどういう文化であったか。本当ににに女性が幸福に過ごすためには あどっちがいいのかつまり男性の所有物という位置づけてそこから男女同権とか男女共同参画とだから日本では絶対男女共同参画となかったんですよというのは女性が昔兵隊に行くとか男女共同参画と兵隊に行って農業をやんなきゃいけないんですよそういうことは女性の幸福にならないから男性に任せるという考え方なんですねこれはまさに 男女,雇用男女平等とか男女雇用均等法と全く逆の考え方で、まあ、どっちが優れてるかっいうのはまあ僕は僕の意見がありますが、まあ、皆さんは皆さんで考えて頂い,いてそれで従来の日本の考え方ですね、まあ、平安時代まで非常に厳格に守られてたんですが男性は軍隊に行くこと農業をすることそれから漢字だけ使ってひらがな使わずに記録文書を作成すること。 この3つ以外は全部女性の権利だったわけですねですからそういうようなつまり辛いものは男性がやるそれで女性があの生活を幸福にするために役立つので女性に主力の権利を渡しておくという日本の考え方を出発点にするかどっちを出発点にするかということはやっぱりもうそろそろ議論するべきだと思いますね、うんえー、今はとにかく僕はいつも言ってるんですけど、うん 男性の平均賃金に対して女性の賃金が自分の1ですから。うん、そうどうしてそんなことになるの？忙しくて。そう。あえて僕がこの前言ったら、うん、お母さんの労働は労働ではありませんってどこで決めたんですか？ヨーロッパで決めた。だってヨーロッパでなんでお母さんの労働は365日24時間休みな休みなしなのに、お母さんの労働は労働と認めないかっつと男性の所有物だからですよ。うん、所有物だから権利を認めてないってだけのことで。うん それをねやったらそれは一番忙しいお母さんが給料二分の一ってそれはないよっていうのはね、うん、そういうことですね。はい。続いてはこちらです。世界の温室効果ガス過去最高 WMO 発表。イギリスではカップ26開催中ということです。概要です。 世界気象機関 WMO は、10月25日、2020年の二酸化炭素、CO2 など主要な温室効果ガスの世界平均濃度が前年から増加し、いずれも観測史上最高記録を更新したと発表しました。日本の気象庁は、人間の活動に伴う化石燃料の消費が増えていることなどが背景にあるとみています。 液体別では CO 2の平均濃度は 413.2ppm で前年より 2.5ppm 増えメタンは 1889ppb 二酸化ニッチ窒素は 333.2ppb で前年よりもそれぞれ 11ppb。 1.2ppb 増加したそうですちょうど現在イギリスではコップ26が開かれており環境運動家のグレタさんも現地入りし地球からの搾取をやめろなどとデモを行っていたそうですという内容ですそうですねえっ、ー、とこれねただ単に誤報なんですよ技法って言えってこの頃言われた昨,昨日ね誤報っていうのはうっかり誤報したのが誤報で、はい、最初からあの 嘘だっと知ってて、うん、報道するのは「技法といえ!」って昨日言われたんです,新しい言葉ですねえ、技法、えー、といえ!」っってそれから講演では「技法」って言ったんですけど、うん、過去最高じゃないんですよこれ。うんうん、ね過去を温暖化に都合のいい時代で切ったらってことなんですよ。うんうん、ねもう過去ってそうそう地球が生まれた時は 95%CO2 で。はい 95% CO2 だけど今0.042ぐらいですから過去を最高というと95%を超えたのかと一応こうなるわけですよどこが過去のスタートかいうかであの恐竜がいる間が生物が一番良かった時代と言われてるんです今それがだいまあいろいろな説があるが40今の40倍ぐらいですねですから まあ、あのその時は今第三氷河時代ですけど、まあ、学問的には第二というんですけど、まあ、一般的には三番目なんですね、うん、第三氷河時代なんですがあ、まあ、人間が誕生した時はですね外気温26度に設定さあので,でしたので、うん、人間という生物は26度がか一番快適になってるわけですねやっぱり誕生した時の気温なんですね。でですすからら度ぐらいあっていいんですが 人間は特別に家と着物と暖房を持ってますからだから今東京の中に住めますが家と着物と暖房なかったらね僕は東京に裸でずっと住んでる人っていないんじゃないかと思うんですよやっぱりせめてあの台湾ぐらい行きたいとなると思うんですねだって半袖で短パンぐらいで生活できなきゃいけませんもちろん動物は着物と家と暖房がないから、えー、植物にしても動物にしても今は赤道直下 サバンナとか、インドネシアとかアマゾンというところにいるわけですね。で温帯はまあ、一応人間を中心としているわけですね。ですからこういうことを。この一番いけないのは、僕はやっぱり報道だと思うんですよ。過去最高という言葉は使えませんと。んね。えっ、ー、と温暖化を推進する人が、人を騙すためには。過去の時期を。どこに設定しているか。っていうことですけど。少なくとも三千万年前。 あの人間がまあ生まれた時はもう第3氷河期だったんですけどねですからせめて現世代っていうかね新世代というのは6,500万年前から始まるんですが6,500万年前に恐竜から隕石が落ちてあの哺乳動物に変わりましたねまあその時は非常に気候が良かったその時に比べてっつったらもう何分の1ですからだからこういうのは何ちゅうかな インチキ報道じゃないですかね僕はそう思いますよ、うん、僕が報道するんならやっぱり誠意を持って聞く側が誤解しないようにしますよ、うん、僕がどういう意見を持ってようと、うん、僕の意見とは違って報道するときは、ね、いつも僕ように大学の先生とは教室で自説自分の説を言っちゃいけないってってるわけですよ、はい、だって聞きに来る学生は僕の説を聞きに来るんじゃなくて、はい、学問を聞きに来てるわけですからね、はい そういういいい誠意ある態度を報道機関には求めたいと思いますね、はい、あとよくかんえ過去最高と同じように、ええええ、観測史上というふうに言うじゃないですか<う>この観測史上というのはいつからかを具体的にちょっと知りたいなって単純に聞いてる人間としては思ったりすることがあるんですけども。大体いい日本ではね20年前というのとそれから40年前って2つあるんですね。うん、あの最初にアメ,アメダスを設置したはい その時40年ぐらい前なんです、うん、だから最初に設置したからはだいたい40年、うん、アメダスがバーッと増やして全国に分布させたのが20年前だからね20年前とか30年前40年前ぐらいをね 観測史上って言うんですよ。うん、じゃあその前は観測なかったかって。はい、もちろん明治から、はい、あ農林水産省がありましたから、うん、気象庁はちょっとボロかったんですけど、はい、農林水産省は米作ったりなんかするのにやっぱどうしても必要だから気象観測やってたんですよ。うんはい、そのデータは、うん、温暖化の問題が出てから、うん、使わなくしちゃったんです。うん、それで僕はね本当にびっくりしたんですけど、その 最高雨量最高雨量っていうのは前からバケツを置いた時は測れるわけだ、うん、アメダスがなくてもただアメダスの代わりに人間がやってただけなんですよそれも全部消しましたですからね気象庁は金を取るたためにやったんですよ、うん、だからやっぱり僕はね気象庁みたいなお役所はね政治と切り離してやんなきゃいけないと思いますね、うんうん、あのの僕は文部省の副読をやった時にね。 えっと、まあ、その環境問題の副読本僕が書いたら、文部省が通過しないんですよ。はい、リサイクルやれとか書けっつって、うん、間には東大の先生が入ってたんですけどね。僕はね、その時こう言ったんですよ。皆さん、あの、お、切なに、内海の島の物語があって、映画が高峰三枝子がやった。はい、あの小豆島の、うん、ね。あの時に、高峰美枝子、峰子、こう言うですよ。その、あの時に、あの小学生が次々と戦争に。 だんだんだ中学生が成長して戦争に取られて死んでいくわけです、ね、そ,れでその時に彼女が何かそれ教育委員会がそれで高峰峰子があの反発して高峰秀子,かな秀子ちゃん、はいうん、秀子ちゃんが反発してその戦争はあまりいいもんじゃないんだっていうことを教える生徒にそうしないと自分の生徒がどんどん死んでいくからそしたら教育委員会が来て政府が戦争を進めてるんだから。 戦争推進の事業をしてくれって言うんですよ。うん、そういう場面が出てきますね。それ、はい、で僕はそれをその時に言ったんですよ。文部省にね。えー、っとやがて戦争は5年で終わる。うん、だから、小学生に教えるのは何を教えるか？って言ったら戦争後のことを教えるんだ。うん、だから、<laughs> 僕はその時に副読本を書いたのは自然と人間との関係はどういう関係になってるかっていうことを書いたんですよ。うん、うん、それを小学生に教えとけば。 やががてて小学生はその知識をにして正し正い環境活動ができるだけど今やってることをリサイクル進めなさいとかそんなこと書いたって小学生の教育にはならない。でまあ間に立った東大の先生がものすごく苦労しましたけどね。だけどその必ずそのこ,のこういったものとか教育だとかさっき言いました観測史上最高とかいうやつは僕ら知識人っていうかそういう人たちがね やっぱり本当にちゃんと伝わるようにやんなきゃいけないと思いますねうん、うん、そうですねどういった時代のどういったデータを使うかってうそういうことやっぱり知らないと比べることがこちらかもできませんねそれで選挙に向かったらダメなんですよね,すよねはい、はい、続いてはこちらです地球は8600万年前12度傾いていた 東京工業大学地球生命研究所の主任研究員なの国際研究チームはイタリアアペニー山脈の石灰岩に残された古地磁気データを分析し8600万年前の地球は現在に比べて12度傾いており7800万年前に現在の位置に戻ったとの研究論文をネイチャー・コミュニケーションズで発表しました。 これまで知られている中で一番最近に起きた大規模な真の極移動となり、白亜紀後期に真の極移動は発生しなかったとしていた従来の研究成果を更新する可能性があるそうですという内容です。そうですね。まあ専門的にはまあいいと。うん、あ、ネイチャーのコミュニケーションってそれほど大した雑誌じゃないし、まあこういったつまんない研究結果を発表するのは悪くないけど、極移動なんつったって。 あの南極北極もうない時代もいくらでもありますし逆転したりえらいひどいことになってるわけで地球はそういうダイナミックなんですねそういういダイナミックのことを知っててこれを聞いたらいいです12度傾いた8600万年前に12度傾いたなんてことはカスみたいなもんで地球のいろんなことから見れば一番今から大きいのは2700万年ごとに巨大隕石が落ちて生物が絶滅してるわけですね。 でまあ、この前あるか NASA の関連団体かなんか発表してましたけどその次に2,700万年周期の,あの隕石というのは1,200万年後ぐらいに来るんですけど、はい、ねだから僕らに関係ないですけど,すけども、ね、1,200万年後の隕石でも、はい、地球に向かってる時に外せることは今でできるっていう論文が出,出てましたね<ー>で僕ちょっとそれ読んだんですけどなかなかいい論文で、えー、あそであそうかと。今の時点で 分かかるるんですよねあのこれははぶつっってくるってくいうのは、うん、そうするとこっちからこのそれともどのくらいの動力のやつをどのくらいの角度でぶつけたら、うん、その地球という的からちょっと0.1度とか離れればシューッとこっち来きますから、うん、その計算してるわけですよ。うん、<laughs> なかなかこれ面白いと。そうすると今まではそういう手段がなかったから人類はぶつかるだけに任せてたけど、えー、恐竜も絶滅しちゃったけど、はい、だけどこれからは多分今から1,200万年後ぐらいだから。うん あのこれは全然これは心配なくなったなと思ったんですよねそっちの方が僕重要なデータだったから僕はまあ <laughs> 面白いですね <laughs> <laughs> 大体ね8 7 0 0 7 0 6 0 0 0万年って白亜紀でね非常に地球が安定してた時なんですよ生物も非常に安定して絶滅もすごく少ない時期ですからねだから何の意味もなかったってことですよ。<laughs> なシリカかなんかの方,方向かなんかいや見れば分かるんですよ。 ずっと地層を掘っていったらそれまで自家,自家ってやつみたいなのありますから磁化された磁石ねそれがこう向かってたてやつが地層のあるところからあるところまでこう向いてるとこの角度を測ったら12度だったっていうだけだからまあ遊びみたいな。 で、続いての話題に移ります。続いては視聴者の方からのご質問ということですね。<ー>はい、京王線内殺傷放火事件報道と模倣犯についてということです。10月31日に京王線の車内で、男が刃物で人を刺し、放火するなどの事件がありました。死刑になりたかったなどと話していたようですが、少し前に小田急線で起きた事件を参考にしたとも言っていたようです。 このような人が出てこないための一つとして、あまり事件を詳細に報じない方がいいのか、それとも詳細に報じて対策を考えた方がいいのか、どちらが社会としては適切なのでしょうかという質問ですね。そうですね。この問題についてはね、だいぶ議論がありましてね。はい、原爆の作り方っていうのは、はい、もうやっちゃいけないんですよ。今本当は。うん、で個人でやってる人もいますネットで、うん、原爆の作り方。はい、で原爆ってすごい簡単にできるんで、うん、あの作り方をちょっと書けば。はい まあネットで二十ページぐらいではできちゃうんですよ。だからそれはやめるとなったんですね。はい、で、機関銃とか拳銃の作り方っていうのもやめようってことになっていります。それでそういったものはやっぱりあの何ていうかな社会では必要なんで、うん、クローズドな閉ざされた専門家集団でいろいろ議論する必要は必要ですね。はい、例えば原爆なんかでも原爆の作り方というのは僕らクラスはみんな知ってる必要があるんですよ。はい、そうしないとあの。 放射性物質を扱ったりできないウランとか扱ったりできないからそれはまあ僕かった詳細にこういう金属だったらどのくらいとかどういう溶液中ではどのくらいっていうのは爆発の限界って全部知ってるわけですけどもそれは伝えちゃいいけないんですそうするともう危ないからねだからこういったその模倣犯とかになるようなナイフで刺したとか僕の考えはまあ報道すべきじゃないと思いますよ。それはつまりね世の中の中異常者 というものをあんまり報道してもねそれ異常者なんだからあと模倣するだけですからだからやはりちょっと報道を控えるということが必要ですが現在の商業主義の報道システムだったら報道すれば売れるから視聴率が上がる新聞売れるからだからダメになると思いますよなんか文句さんねもうね新聞読んでる20代ってね1%切ったらしいんですよだから60代がいなくなったらね 新聞は全部潰れますよ以前もあの某新聞社その値上げするっていう話を取り入れたことありましたけれどもねあの視聴者がなんかいきなりはね内容はどうなんだっていうことの話もありましたけれどもね。<laughs> だけどまあ僕は自分がエヴァエルスじゃなくてねやっぱりねあの僕いろいろ本書いたりして本が売れるね程度はね本当のことを書かなきゃね本って売れませんよ本当に。 うん、であの政治家の本っていうのはね、はい、圧力で出版社は出しますから、うん、出版社はもうねだってね誰も嘘だと思ってるから買わないってゃうんですよ、うんね、だから政治家はもうそこまで評判が落ちて、うん、もう政治家の本読んだってどうせ嘘をが書いてある、うん、で今度は今はねもう新聞読んだってテレビ聞いたってどうせ嘘が伝わってくる確かに今の子供ったちそのように口に自分たちの口にしてますからね話題にもなってますからねそうなんですよ だからもうやっぱり人間は嘘を聞いたりなんかするのが嫌なのは決まってますからね、うん、だからもうやがてテレビもも新聞ななくなるでしょうねメディアとしてはちょっと考えていきたいところです、ね、これはねあのあの要するに子供持ってるとか女の子持ってるお母さんなんからねはね、い、昔からね、うん、もう犯罪の行動やめてくれって言ってるんですよ。うんうん それはね、もう必ず真似るから。マネする人間。映画なんかはこの頃残虐なことをやらないとかで真似するからってやってますけどね。そうですね。えー、はい。では続いてはこちらの話題です。S.M.B.C. 日興証券本社を強制捜査、社員に相場し操縦の疑いということで概要です。 SMBC 日興証券の社員らが特定の銘柄の株価を維持する目的で不正な株取引を繰り返した疑いがあることが2日関係者への取材で分かったそうです証券取引等監視委員会は同日までに金融商品取引法違反容疑の関係先として東京都千代田区の同社本社を強制調査しましまたとということです日興証券ってのはらね、はい、ちょっと僕らの時代には野村証券と並び称されて、はい。 あの素晴らしい証券会社なんです,です、ね、で僕も株の半分ぐらいは日興証券を取引しました、はい、ところが不祥事が多いんですよ手段なんですようん、うん、それで潰れて、はい、それであのなんかどっかシティグループかなんかアメリカのところに買い取られて、はいうん、でシティグループも多分あ,あ,そのあんまりよくはなかったんでしょうねうん、うん、で住友にこれ SMBC って住友系ですけど、はい、三井住友ね、はい、そこに売ったと。 で、まだ悪さしてるということで、うん、もう日興証券ってのは証券会社としてはダメなんでしょうね、うん、えー。それからもう一つのこの問題はね。これが日本の会社かどうか分かんないんですよ。うん、日興証券なんては日本の会社なのかわかんないの。そうすると日本日本人にはいいことしないですよ、うん、ね。あの僕も会社の役員やってんですけど、そこのところにこの前っていうか3年ぐらい前住友銀行が来てね。はい これでもっと配当を増やせって言うんですよ。はい、ね。配当を増やせってことはね、経営者から言えばね、従業員の給料を減らして配当を増やすってことですからね。うんはい、それで僕はこう言ったんですよ。この会社はね。従業員のためにやってる会社ですから。うん、容易にはね、それに従えませんと一応こう言った。ね。その後。ところで。あなたの銀行は。の、あの。お金の内容、出資のお金の内容は。 どううなんでしょうかあなたの会社は一応日本の名前を名乗ってますが、うん、外国の会社でしょうか日本の会会社社ででししょょううかか日本っって言ったんだよこの前ね野村証券の人がやっぱり違う会社ですけどその僕はもう一つね来てね東京証券取引所のシステム変更について言う外資の導入なんですよ。うん、それでね今度はまああの第一部第任部とはやめて。 スタンダードねプレミアムになるわけですそれするこれは何のためかって外資の導入なんです。外資を導入すると取引が盛んになるので野村証券も日興証券も銀行も全部いいんです金を使うとだけどそれが日本国民のためになってるかね？それ僕は質問した。今までも外資導入をずっと進めてきたが日本国民はそれによって幸せになりますかとこう聞いたらね答えない。 なんて言ったか武田先生は株式会社が株主のもんであるということはご存知ですかって聞いた、うんね、僕はねそういうことを今聞いてんじゃないと、うんね、なそのシステムがどうであれもちろん知ってますがそうどうであれその日本国がやる日本国の中にね東京証券取引所とかそれから最近では昔の財務大臣とかそういうのが外国のために働いてたっていうふうに言われることが多いわけですよ。つまりうん 日本人はその分分だけ取り分が少なくなくる、うん、極端に言えばこういうのがどん,どんどん増えてきたらどういうことになるこれ外資系の会社ですからね言ってみれば、うん、外資系の会社で日本の名前を名乗ってる会社が、えー、どん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 そういうのを進めて、えー、日本の会社は全部外国の会社になっちゃったと乗っ取られるっていうことですか乗っ取られるとか別に公式に株主、うん、株式を51%持っちゃうね,ああうねいいわけですよ乗っ取るも何も正常な、うんうん、正常です それで日本人が働いたやつはできるだけ賃金を抑えて配当を外国に出せという圧力を経営者に出す株主ですからね経営者はそれに反したら株主が経営者を首切りますからそしたら経営者は切り崩されますから結果としては賃金が安くなってその日本人が働いた分がのお金が外国に行くってことになりますでしょ。そ,うですね、それから土地、ね、土地地ねだって日本はほとんど 防御してませんから、はい、もう次から次から北海道とかあもういろんな国が買ってれで日本の土地は実は日本人じゃなくなる日本人が働いたものは日本人の懐に入らない、ねうん、それで日本の土地は日本じゃなくなる日本の水利権が取られて日本じゃなくなるそしたら我々は一生懸命努力してるのになんでそうなっちゃうかっていうと。 日本の国内に裏切り者がいるんですよ。うん、反日日本人がいるんですよ。その反日日本人も理屈に合ってるんですよ。うん、その一つが、この前製鉄会社がトヨタ自動車を相手に訴訟を起こしたやつなんですね。はい、特殊鋼板ですね。はい、あの特殊鋼板の技術は、日本の鉄鋼会社が持っていたんですよ。ところが、日本の鉄鋼会社をどん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 日本人が、日本人がですよ。日本人がいじめるもんだから。リストラしなきゃいない。うん とリストラした技術者は不満を持って土日これやっつったんですけどあの頃土日はあの韓国に行ってそこであの高額な報酬もらってどん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 ,どん技術を教えるそ,れでそしたら今度はちょっと需要が違うんだけど韓国の鉄鋼会社に今度は中国のスパイ技術者が入ったうん、うん、そして韓国日本の初の技術を韓国が の韓国の製鉄所は金払ってんだけど、うん、それはまあ労働契約上正しいかどうか分かんないけどまあとにかく金払ってところ中国の金払わないでスパイで盗んで、うんうん、それで中国に建てた、はい、その中国に建てた特殊鋼の特殊鋼をトヨタ自動車が契約して買うってことになった、うん、それはダメだっつって訴訟が起きたつまり、えー、犯罪を伴う技術移転、うん、犯罪を伴う技術移転の先と交渉するっていうのは 本当はできないんですよ、うん、それはまあ当たり前ですわね、はい、だって反社と交渉するようなもんだからねだからそれはできないんでそれでまあ思い余って日本の鉄鋼会社がトヨタを相手に訴訟しましたね、うん、だからこの動きというのはものすごくでかくてこの先ほどあの前はここで言ったかな東京市場の改造を言いましたけど、はい、それでこういった日興証券、うん それから水の問題、何の問題、全部あるんですね。うん、次なんかそんなのがあるそうです。えー、次もですね、このジブラルタ生命ですね。うん、ジブラルタ生命、うん、今年にも、 顧客から金銭差取事案ということで概要ですね外資系製法ジブラルタ生命の複数の社員が顧客から金銭を差取するなどしていたことが週刊文集の取材で分かったそうです同社では過去にも社員が顧客から金銭を騙し取る事件が相次ぎ2019年8月再発防止を徹底するために全ての契約者を対象に契約確認を行ったそうですが今年に入ってからも金銭差取や架空の投資斡旋などの金銭関連 事案が見つかっているとのことです。ライフプランコンサルタントと呼ばれる営業職が被害者への架空の社内投資制度と偽り、既成資料を用いて投資を持ちかけ、金銭を詐取していたそうです。ということです。ね、まあ、日本人にはね。もちろん問題はあるんです。はい、あの、ちょっと会社が大きくなると大きなあぐらかいてね。はい、まあ、ホテルなんかそうですか。うん、あの、もう日本人の経営のホテルってほとんどなくなった。はい、それはまあ、日本人の経営のホテルはホテルの経営者は毎日毎日ゴルフばっかりしてて。 それであの宿泊代は下がらないというんでそれは外資系が来てね厳しい経営すればいいからそういう意味で日本人の経営がまずかったことはまずかっただけどもホテルは全部もう今外資系だそれからこういった生命会社もああ向こうの方が工夫してるから条件がいいとそうすると生命保険も全部外資ということはどういうこと外資ってとかどういうことかっていうと日本人が働いたものが 外国に金が流れるっていうだけですからね。だから、まあ、そういう意味ではですね。それからね、あの、この問題はどういう問題かというとですね。日本、あの、世界の中で。こういう金銭詐取事件が起こるのは、起こらないのは日本だけなんですよ。今から三十年ぐらい前にね。えー、三菱商事の常務取締役で。対外事業所担当だった。人と、まあ、知り合い中が親しくて、いろいろ話を聞いてたんですけど。 日本法人の法人の外国の事務所と取り扱っ取引してたら絶対にごまかさないって言うんですよ、うんね。ところがその人が言って僕は非常に印象的だったのは、うん、ところが日本人って面白いんだと。30人いる外国の法人で、うん、法人って今度は法律の方ね法人でその中に1人だけ日本人がいたら、うん、私の経験ではほとんど違反はない。 日本人って1人いただけで違反がなくなっちゃうんですよ。うん、ところが外国は金を取られた時に金を取った方が悪いんじゃなくて取られた方が悪いっていう国は結構多いんですよ。うんはい、つまりもう日本以外の外国はもう金をその道徳的に違反するということはもう社会に普通にあることだっていうのを認めてるわけです、ね、こういうのを認めてるんですよ。だから法律が厳しくなりね、うん かつ弁護士が山ほどいて、はい、もう裁判ばっかりやってるわけですよそ,です、ね、そんな国がね効率的でなくて楽しくないことはもう歴然としてるわけですよ、うん、だけど日本はどん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 そっちに向いて、うん、だけどちょっと失敗したのが法何とか大学院っていうのを作ってね、はい、それで弁護士を増やそうと思った、うん、弁護士はまあ2万人ぐらいいるんですねそれをまあ5万人ぐらいにしようとこれはもういいことに失敗したんだよかったんですよだって、うん 2万人を5万人するってことは訴訟を2.5倍にしたいっていうだけだからそうじゃなくて日本のように訴訟にならない世界全員が正しいことしてできるだけそっちに向かっていくと小学校でもそれを教えるというのが効率的であること間違いないんですよ。今日本は10万人当たりの殺人数ってのは世界で一番低いわけですからこれが大切でね殺人を今増やそうとしてるわけですよ言ってみれば殺人を増やして裁判で解決しよう。それはねね僕に言わせ 一個下のグレーツな文化な、うん、日本の文化の方がずっと優れてるわけですから、うん、まあこういったことが次々と起こるんで、まあ、我々はまあ自主的にやるとしたらね、はい、まあだからあのなんていうかなマスコミなんかは一応制限があって、はい、さ20%までの資本参加はいいけど、うんはい、マスコミが握られて外国人に握られてね、うん、もう中国かなんかの外資が全部50%以上で全部中国いいよ中国いいっやられたらかなわないからそこだけはそういう法律あるんですけど。 もう日本全体に会社はもう10%までとか個人取引ももうあの外資系はもう10%までしか取引しちゃいけないとか今度はあのコインのねデジタルコインの世界になればそういうことできますからだからそれをやっぱりやる必要がある時期ですねだって日本人が働いたやつを全部外国に持って帰られて一体何だとこれはそういう方向を進める政治家が多いんですよ。だからその僕が質問したみたみいに 外資の導入は日本人に対して幸福をもたらしたんですかっつったら嘘でもいいからまずは幸福をもたらしました。その理由を挙げてください。高校ですって。そのくらいまで行かなきゃね逃げ回るよじゃあ全然だめですよ。それはまあ外資の導入によって日本は非常に損してると思います。日本人の働きは半分ぐらい取られてますからね。はい。はい。では続いてです。続いてはこちら。はい、え。ー め2審も拘束や指導の違法性認めずということで大阪高裁の話題です。 概要です茶色い髪を黒く染めるよう学校から繰り返し指導され不登校になったとして大阪府立の高校に通っていた女性現在22歳が大阪府に慰謝料など約220万円を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は10月28日髪の染色を禁じた拘束や指導の違法性を認めなかった。 一審大阪地裁判決を支持し、女性側の控訴を棄却しました。裁判長は拘束や髄髪指導は多様な。教育指導のための最良の。 を範囲内だと述べました。次第は2月不登校になった女性を学級名簿から削除した学校側の対応などは違法として33万円の賠償を命じましたが、校則や指導は正当な教育目的のために定められ、社会通念に照らして合理的などと判断されたため、女性側が控訴していました。この女性はもともと髪の色素が薄く、地毛が茶色いので配慮してほしいと母親が入学時に要請していたとのことです。ということです。まあ,あの事件自体は。 最後に言ったように地毛が薄くてね汚らしい茶色だと、うん、じゃあ女の子かわいそうだから、うん、まあ茶色か黒かには染めなきゃいけないんですよ。はい、黒に染めたらいいけど茶色に染めたら駄目だってそれはちょっとおかしくてね、うん、黒い校速,速としては黒い女の子が遊ぶために茶色に染めるのを禁止線であって。うんうんはい 茶色に染めることを禁止してるわけじゃないんですよ。うんうん、だけども、僕はね、うん、ずっと教育やってきたんですけどね、はい、何しろ世の中が困っちゃうんですよ。あの、うん、ね、こういう問題についてね、世の中の反応っつはね、常にね、うん、高校生はかん教育を終わった子だと思っちゃうんですよ。ね、うんうん、教育を受けてる。つまり、普通はね、学校に行って授業を受ければ、普通は給料が来るはずですよ。だって、いやいや学校に行って講義なんかいやいや受けてんだから。 だけど事務員になったら働いたら同じように帳簿をつけたら金が来るのに学校では自分が金払わなきゃいけないということはどういうことかといったら教育というのはね不完全な人間を完全にする責任を授業料という形で学校はもらってるんですよだからどんなにその人が不十分だから退学させるというのはね学校は最悪なんですよつまりね不十分だから授業料をもらってるわけですよ 不十分だからその不十分なところを十分にしてあげると言って授業料をもらってんのにお前不十分だから退学しろと一体何だとそれはそれでね僕ある大学の時にその時まあ学長事務代理かなんかでそういうことやってたそしたら警察に捕まったのが2人出たねっオレオレ詐欺みたいなもんだそれのあの卸ろすおろし子っていうのかな はい、暴力団がやったやつお前あそこ行ってお前下ろしてこいっつって殺、うん、取した何か保険証か何かで取ってくるそれがまあ逮捕されたそ、うん、したらね教授会はね退学させろって言うわけだ、はい、確かに退学の理由に、うん、その学生にあるまじきことをした、うん、ねそれは学生にあるまじきですよそれはね、はい、で僕がさその時に教授会で演説したんですよ。うんね、その時に大学修道院説 やったんですよ、はい、だ学生は未熟だから我々が引き取って、うん、で未熟なところを直して、うん、ちゃんと立派な大人にするっつって約束して僕らは取ったんだと、うん、入学させたんだと、はい、じゃあその学生をもしも、うん、今これを犯罪で退学させたらその学生は普通なら必ずグレる、うん、社会のいろいろ犯罪を起こすだろう。だ、ね、だかからら我々は教育者なんだから、うん その2人の学生を引き取って、うん、そしてまともな学生にするというのが我々の大学人のプライズだっつってやったんですよ。うんうん、こで説得してね、うん、ああ教授の人たちをそれで2人ともそれでまあ引き取ってくれるっていう教授もいたんですやっぱりね、うん、ちゃんと出てきた。ねうんうん、じゃあもうあ,ありがとうございますと、まあ、僕は大学側だからそういうのは具体的には学部というところに学部長がいてそこに教授がいて、はい、それが事務的にはやるんだけど。うん まあそういういでかいあれだったから大学が関与してそう言ったつまり教そこでね僕いつも思うんですけどね教育っていうのは未完成な人間を完成するためにお金をもらってんのにあたかも悪いことしたからお前出てけって「何言ってんの?」ってね「それじゃあ僕らの本一番本当の役割を果たしてないんじゃないの?」って言うけどねこれは桃子さんねもう新聞記者が悪いんだよ。 なんでそんな悪いことしたやつを退学させないんだとかこう来るわけで、うん、いやいや違うよ。その人はね、あの社会人じゃないんですよと、うん、ね。だから僕はもっとあれでなんか学生っていうか高校生のなんか人殺しみたいなのあってね。うんはい、その時にやっぱり高校生が人殺ししたら、そのそれはもう学校が一番反省すべきで、うん、ね。そんな人殺した学生は死刑だ。それはあなた何言ってんの。だから。 教育してんだから、僕ら教育者はそれが使命だからっつってね、まあそういうことですね。はい、まあこれはポンコツ判決ですよ。はい。で続いては最後の質問の内容になりそうですね。はい、はい。仕事が楽しいと思える方法ということで、え、はいはい、先日品川駅構内のたくさんの看板に、えー、今日の仕事は楽しみですかという言葉が表示され話題になりました。えー え不快だという反応が多かったようでほどなく表示されなくなったようですが多くの人が仕事を苦痛に感じているのだと思いました勤労の義務を憲法にも入れている日本どうやったら日々の仕事が楽しいと思えるようになるのでしょうかという質問ですはい、えーとね、憲法に勤労の義務が入っているのはまあほとんど日本だけなんですけど、はい、これは全然意味が違うんです楽しいとか楽しくないとかあの僕らが米を ご飯を食べて、米を食べて、味噌汁飲んで、干物を食べると。うんはい、その時に、米は誰か作んなきゃいけない。うん、あの、なんか、卵とか納豆とかも作んなきゃいけない。味噌も。それで、魚も取らなきゃいけない。自分で本当は全部やるべきなんですよね。うん、あの、まあ、やるべきというか、やらなきゃ死んじゃう。だから、はい、農業。9時から10時までして。それから、海に行って、魚釣ってって、やんなきゃいけない。ところが、現実的には、それできない。 そこで分業してみんながやると、うん、そうするとお金持ちは仕事しなくていいかってことになる、うん、それは憲法の規定に反しますよ、うん、お金がない人もある人も同じように人生をやらなきゃいけないんだからだから蓄えがあるから遊んで暮らすっていうのを禁止してるわけですよ蓄え、うん、があるということとそれからみんなが働いた分も自分も働くと要するに働くことを共有する ということで行こうっていうのがこれは日本国憲法現在の日本国憲法ができるときに日本人が主張したんですよ日本人が強力に主張してアメリカはそういう文化じゃないからいや別に金のある人が仕事しなくてもいいんじゃないのって言ったんですよ仕事の権利はあっても仕事の義務はないよって新中軍は言ったんですよ GHQ はそれに対して日本はね日本の道とか違うんだ米とかそういう 日本はは奴隷に働かせばいいいいう考えはないんだ国民全部が一緒だからその自分が生きていく分はその代わり自分が何かをしなきゃいけないつまり勤労には義務があるそれはそうなんですだからこの勤労の義務っていうのは人間が最低に生きていくうちにはお金を持ってるからっつってあの勤労しなくていいっていうわけじゃないという日本のの古来の道徳ですね、うん、まあ二宮尊徳側とつってもいいんだけど、はい、まあその道徳を主張したものですね。 <coughs> 仕事が楽しいかどうかっていうのは仕事っていうのは楽しいとか楽しくないと軸が違うんですよ、うん、今言ったように軸が違う、はい、やらなきゃならないことなんですで、うん、やらなきゃならないことはどんなに辛くてもやる、うん、それが日本国憲法の言ってることなんですよ、うん、他人が米作る時にどんなに辛い時に風が吹いて寒い時でもクワを振るったかもしれない その分の辛さは自分も共有するんだっていうのが基本なんですよ。うんうん、それは自分が生きてるうちは飯食わなきゃいけないし、着物着なきゃいけないし、家にも住まなきゃならないからなんですよね。はい、それはもう楽しいも楽しくもなくて、うんうん、これは義務なんですよ。うんうん、ただその時に仕事を楽しくすることができれば。うん、個人の。そのなんか細工で。はい、ていうか知恵で、はい、楽しくすることはいいことですってことなんですよ。うん、それとね、うん、その。 あ今日の仕事は楽しいですかと聞かれてね、うん、ムッとするような人ってのはね今僕が言った本水の話が分かってないんですよ仕事っつうのはどうしても我々は最低は自分が食べたり飲んだり家建てたり住んだり車で走ったりする分は、ね、必ず自動車を作る時に必ず潜ってビス止める人はいるんだから、うん、それはつっ その楽しいですかなんて聞いたことなくて、うん、だってそれはもうやるべきことである、うん、それはね江戸時代はだいたいね9時から2時だったそうですよ。はい、今はどのくらい変か,かりませんかね。要するに自分がみんなに迷惑っていうか世話になってる分だけ働くのに、まあ3時間なら3時間は働かないそれはまあ面白いとかまあ面白くないとかだったら、それが面白くないったら死ねばいいってことなんですよ。うん、もうそれは言ってるわけだ憲法は。うん、それは死んでくださいよと。うん、日本人はみんなで。 働いてみんなが生きる分だけやってるんですからっていうことなんですね楽しいとは全然別でだけども仕事が楽しいように自分の才覚でやるというのは別にそれは別に構いませんよとだけど仕事が辛い方がいいという人もい,いてもいいと思いますよ仕事とは辛いもんだその辛さを味わうことによって自分が生きてることはね うん、みんなのみんなにみんなもこういう辛いこと知ったろなと思って感謝の心がわくからってそういう考えもあるから、うん、ね。だからそういうことですね。うん、品川の看板を取り外したのは極めて短慮でした <laughs> あ。今日の仕事は楽しみだ、はい、っていね。その問いかけっていうのは我々が何を何のために働いてんのか、うん、どうしたら。 自分の人生を幸福できるのかということを問いかけてるからね非常にいい問いだと思いますよ深く読み込む力がないとその文章の意味がやっぱり理解できないという感じですかねということで今日はそろそろお時間ということでなかなか今日は重みのある内容が多かったですけどね内容は良くなってると思いますよ皆さんも少しでもこうわかりやすい内容を届けできたらなと思いますけどもテーマ選ぶ人がねちょっと最近あんまり幸福じゃないもん こういうのに引っかかるんだと思いますよ。<laughs> そうなんでしょうかね。<laughs> まあぜひあ。なぜこう,うじゃないか言いません。あ,あ言いません。<laughs> きっとでもその人なりの幸せっていうのもきっとね終わりだと思うんだ、ね、あ,ありますか。はい。はい、できれば幸せになってほしいと思います。どうも最近見通しがないようなって。しね、<laughs> そうです。<laughs> えっと期待したいと思います。すはい。ということで次回の内容になりますね。次回は11月19日。 金曜日の午後7時から友達 TV からのお届けとなります。先生、ええ、次回はですね、百、はい、回目。百回ですからね。ついに。ついに来ました。ああ、だモリアルなあのね。はい。 九十九回とか九十八回のはいいんですよ。メモリアルとかね、なんか物事を達成したらね、終わっちもう死ぬとかだ。死なないしなない。百回も逃して、次は百一回にしましょうか。そうですか。あえて飛ばして。なるほど。なかなか曲がった感じで、こちらの番組らしいっちゃらしいですけどもね。はい。ということで以上をもちまして武田邦子の本当の話今日はここまでとなります。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。はい。 ダイヤのマークはね、ダイヤのマーク？丸とこれが欠けてる。あ、はいはいはい。あれ丸くなったらダメだって。ことなるほど。はい、もう一つあるというのがね、一番いいはいはい。ということです。はい。先生も今日もありがとうございました。皆さんも本当にありがとうございました。どうも失礼いたします。